ベルリン市電とは、ドイツの首都ベルリンにおいて運行されている路面電車網である。ベルリン市電は、世界で最も古い路面電車網の一つであり、1865年に始まる歴史を持つ。1929年からは、ベルリーナーバーキーサービトリブによって運行が行われている。規模は大きく、運行系統は22、電停は382箇所。 路線延長は 191.6km に上る。9つの系統では24時間運転も行われており、系統番号の頭に M をつけている。現在運行されている路線の大部分は、旧東ベルリン地域内にあり、旧西ベルリンの路線はバスに代替されている。なお、BVGU に A 以外の、ベルリン地域と隣接地域を結ぶ路線、および、 隣接地域を走る路線についてはまとめて講述する。1865年、馬車鉄道がベルリンに開業し、1881年には、世界初の電気運転を行う路線が開業した。多くの私鉄や公営企業が新路線を開設していき、19世紀末には、路線網は、急速に充実したものとなり、馬車鉄道は、電気運転に転換された。 1930年までに路線延長は 630km 以上に達し、系統数は90以上を数えている。1929年には路線を運営していた企業軍はすべて BVG に統合された。第二次大戦後は BVG も東西に分割されたが、東西ドイツ統一後は再び一つに統合された。西ベルリンでは、 市電は1967年までに全線廃止となった。ドイツ統一後は2路線が旧西ベルリンに入っているが、それでもほとんどの路線は旧東ベルリンの地域内に存在している。ベルリンの公共交通はドイツの中でも最も歴史があるものの一つである。1847年1月1日。 コンセッショニルテ・ベルリーナー・オムニバス・コンパニーによって、ベルリン初の乗り合い馬車路線が開業した。この成長市場に対しては、新規参入が相次ぎ、1864年までの間に36社が参入した。1865年6月22日には、ベルリンで初めてであり、かつ、ドイツで初めてでもある馬車鉄道が、ブランデンブルガートア、 シュトラーセで17、12、6月17日通り。当時は別名からシャルロッテンブルクに開業した。2ヶ月後の8月28日には、さらにドロシーエンストラッサーを通ってカップファーグレベン、クプファーグラーベン。博物館島の近くで、現在も市電の終点があるまで延伸された。乗り合い馬車と同じように、鉄道馬車には、 多くの会社が参入し、現在における市街地の大半に路線を建設していった。1873年、ローゼンタラー・プラッツガスンブラネン間の路線が開業した。この路線を開業させたのは、グローセベルリーナー・アップベルダ・アイゼンバーンで、後にグローセベルリーナー・ストラサンバーンの名で勢力を伸ばす。1881年5月16日、ベルリンは、 都市交通の歴史にまた一つ新しいページを書き加えた。リヒターフェルデにおいてベルナーフォン・ジーメンスが世界最初の電車路線を開業した。この路線は試験線としての意味合いを持つものだった。ジーメンスはこれを高架から降ろされた高架線と名付けた。由来は彼が高架電気鉄道のネットワークをベルリンに作り上げようとしていたためだった。しかし、 地元議会は最初の高架鉄道が誕生する1902年までこれに許可を与えなかった。リヒターフェルデの路線はメーターゲージであり、リヒターフェルデオリジナルサウンドトラック駅からズレンドーファーシュトラーセ、セイーレンドルフ通り、現在のフィンカンスタイナリー、フィンケンシュタインアレイにある士官学校までであった。この路線は1925年には標準機に改築されている。 電車運転は急速に広まり、ベルリンにおける馬車鉄道は1910年にその歴史を閉じた。1899年12月18日、シュプレー側の川底を通って、ストレーラーをトレプト間にシュプレートンネルが開通し、それによって初めて地下空間を通っての往来が可能になった。しかし、構造上の問題から1932年2月に閉鎖された。 市電は1916年から1951年まで2番目のトンネルとして林電トンネルを通るようになっており有名なウンターデン林電の下を走っていたベルリンで路面電車を運行していた会社群の歴史は非常に複雑である市営の企業は頻繁に合併の取り倒産により状況が変化していたのに加えベルリン、サンダー キュペニック、リクスターフ、ステグリッツ、マリンドーフ、ブリッツ、ニーダーシェーンハウゼン、フリードリックスホガン、ハイリガンシー、フランツジシャン。ブッフホルツ、クライステルトの各紙が、公営企業を持っていた。市営企業の中で最も重要なのは、グローセベルリーナープベルダアイゼンバーンで、路線の電化開始後は、グローセベルリーナーストラサンバーン、大ベルリン軌道。略称。 GBS と呼ばれた。大ベルリン軌道は、ベルリンにあるほとんどの路面電車会社を、次々と買収していった。GBS は、1920年にベルリーナ、エレクトリシャストラサンバーン、エージステティシャストラセンボンネンベルリンを合併して、ベルリーナストラサンバーンとなり、後の1929年には、公営企業であるベルリーナーバーキーアーズエージとなった。 市電のほか、地下鉄、高架鉄道や、主に、アルゲマイネベルリーナーオムニバス AG が運営していた、バス路線も BVG が引き継いだ。下記の表は、BVG 成立前において、市電を運営していた企業の一覧表である。各個の背景色は、動力方式を表す。当時、BVG が持つ市電の路線数は89。 路線延長は 634km。車両数は4000両以上あり、職員は14,400人以上在籍していた。車両の平均走行距離は年間 42,500km であった。1929年においては、ベルリンにおける年間の自然乗客数は9億2,900万人となっており、BVG が運行する。 路線数は93にも達していた。1930年代初頭になると、ベルリンの市電網は縮小を始めた。最初の電気運転を行った路線が1930年に廃止されたのに続き、1934年10月31日には、ドイツ最古の路線も廃止された。シャーラタンベルガー初世、シャルロッテンブルガー通り、 現在の6月17日通りにおいては、町のシンボル的な東西軸として道路が改築されるのとともに、路線廃止が行われた。しかし、それでも、1938年において71の路線があり、2800両の車両と約12500人の職員が在籍していた。市電の縮小に従い、バス路線は新調し、 1933年にはトロリーバスも開業した。第二次世界大戦中は石油節約のため市電の再活用が課題となった。それにより様々な物品も運ばれるようになった。しかし物資の欠乏や1943年3月からの爆撃により輸送力は縮小していった。そして戦争末期のベルリンの戦いで 1945年4月23日をもって市電による輸送は完全に崩壊するに至った。ベルリンの壁構築直後の光景。BVG はベルリンにおける他の団体と同じように1949年8月1日から2つに分割された。西側は BVG ウエストとなり、市電については36路線を持った。ソビエト占領地域は BVG オリジナルサウンドトラックとなり、市電は13路線を持った。その後、BVG オリジナルサウンドトラックは1969年に、ベブコンビナートベルリーナーバーキーサービトリブとなった。1950年10月14日、西ベルリンから、クラインマッハノーとシェーネフェルトへ向かう路線が、運行停止となり、1953年1月15日には、 市内中心部においても境界を越える路線は運行を止めた。西ベルリン1954年から西ベルリンの公共交通計画は変化した。市電の全廃と地下鉄、バス網の拡充が施行されるようになった。ベルリンはすでに充実した地下鉄網を持っており、市電は時代遅れで不要なものであると考えられていた。 1954年から1962年までに数々の市電の路線が地下鉄、バスに代替された。西ベルリンには36の系統があったが、1962年には18の系統が残る状況となっていた。都市の分断は公共交通機関に多くの、そして難しい問題を発生させることになった。市電の路線では、 市街の中心部へ行くことはできなくなった。また車庫は、西ベルリンのーフォストラッサに移転した。1967年10月2日、西ベルリンで最後の市電が運転を終えた。最後の運行を務めたのは55号車で、ボンホーフベルリンズーロジスチャーガルテンボンホーフベルリン、ユンファーンヒドシエマナッデムノンネンダマリー、ファルコンシールプラッツ、ヌーンドルファーアレ、 スパンダー・ハクエンフェルダ・間を走った。現在ベルリンで運行されている、幹線バスの路線は、その多くが、主電の旧路線と重複している。東ベルリン・東ドイツ時代に導入された、タトラ製車両東ベルリンの交通計画は、ソ連モスクワにおける、主電のない道路をモデルとした。また自動車優先の考え方により、 1950.60年代には多くの市電の路線が廃止された。1967年にはアレキサンダー広場がベルリンの新しい中心として成長を始めるのと同時に中心部を通る路線は廃止された。しかし市電全廃については議論も計画もなかった。1970年代後半になると新しい住宅地であるマルツァン。 ホーエンションズハウジン、ヘリーズドーフへ、市電の路線が延長された。ベルリンの市電網は、現在においてもドイツ最大の規模であり、過去の部分廃止を経ても、なお、世界最大級の路線網の一つでもある。ベルリン周辺にある、BVG 以外の事業者によって運営される路線については口述。BVG は22路線を運行している。メトロトラムについては、 ウキのシンボルマークも用いられている。下表において、SBHF は S バーンの駅、UBHF は U バーンの駅、SUBHF は S バーン U バーン両方が乗り入れる駅、囲みはメトロトラムにおける24時間運転区間外の駅を表す。BVG のトラム路線図に一部区間が掲載されている2路線を含め、以下は、 BVG の運営ではない。ただし、系統番号は、ベルリン市内と一体的に不満されている。68系統は、ナショナルジオグラフィック協会が選定した、世界路面電車路線10線の一つとして、以下の路線とともに選ばれた。TK4D1976 年から1987年の間に導入された連接車。 当時、旧共産権を中心に、世界各国に輸出されていた、チェコスロバキアの KD タトラ製の路面電車車両、タトラカーの一つであるドイツ向けの車種である。一部車両は、サイリスタ制御の KT4DT として導入された。1999年までに、半数の編成は廃車、もしくは、他都市へ売却され、フレキシティ。 ベルリン導入による置き換えも決定しているが、近代化工事を受けた車両はその後も使用され、形式名も KT4 デシメートルと改められている。GT6N1992 年から2003年の間に導入された超低床電車。ブレーメン系や GT シリーズと呼ばれる三車体連接車で、 変運転台式の GT6N が105編成、両運転台式の GT6NZR が45編成導入された。フレキシティベルリンタトラ製の高床式の車両の置き換え用に導入された、ボンバルディアトランスポーテーション製の最新鋭車両を、アドトランツから受け継いだ、超低小電車、インチェントロの設計を元にしており、編成における運転台の数や、 編成数に応じて4種類が導入されている。シュトラウスベルク鉄道にも、同型車両が導入されている。公式路線ズウォールタールファーストラサンバーン、GMBH ハットシュネーシャールーダーズドルファー、ストラサンバーン GMBH ハット、ストローズバーガーアイゼンバーン GMBH ハット、バーキーサービトリエーブポツダム。トップ10トロリーライズ。 ハットマーカス・フォルクナー、ベルリン・バ・コント132の家・スーパー、ストラセンボニー。ベルリーナー・モルゲン・ポスト、2019年9月10日、閲覧。テクニッシャー・ダテン、2019年9月10日閲覧。ドティン・ブラッド・フレキシティ・ストラ・サンバーン。BVG、2019年9月10日閲覧。 マイケル・デ・トリック、ノイ・エストラ・サンバーン・ワゴン・イン・ストラウスバーグ、5、ベルリーナー・バーキー・サー・ブラッター、ピアニッシモ87。ありがとうございます。